長谷博知事は被災者支援を効率的に実施するため、市や町と共同で被災者データベースを整備する方針を示しました。能登半島地震では被災6市町の住民およそ12万人のうち1万3000人ほどが現在も避難所で生活を続けているほか、被災地以外への広域的な避難も行われています。長谷知事は避難先や支援の状況など膨大となっている被災者情報をデータベースで一元管理することで、災害関連死の防止や支援情報の発信に役立てたいとしています。2月16日時点で約誰がどこでどういう支援を求めているのかということを瞬時に理解をして、プッシュ型でサポートをお届けをすると、そのニーズを把握する上で県も協力をさせていただいていると。このほか県は支援者の宿泊場所の確保が課題となっている現状を受けて、能登里山空港でプレハブ式の宿泊施設82室134人分を整備する方針です。運用開始は来月を予定しています。